げてくれる気づけばまた街の君たちも高みを出して気づけばまた私一緒にそれを通す変わり映えの大事にしいつも何かのせいにしてたけどやっと回ってきたチャンスもう言い訳なく2回目楽しめてそう押し切るしかね大事な気持ちあなたに届け天天の棒に乗せた
私たちがもっともっと上を目指していきたい、そんな強い思いが込められた曲、ストーリーという曲でした。はい、ありがとうございます。はい、私たちアイスアリアリはですね、今月たくさんライブがあって、今日もね、セブンデイズライブの1日目となっているんですよね。明日も明後日も明後日もずっと土曜日までライブがあって、恥ずかしい。でもね、いつもと違うことがあって、明日から5日間はなんと私服ライブなんです。私服ライブだー。あー、当たったよね、これ。そう、私ちゃんの出来ちゃうから、私たちね、ずっとこうユモジャージで活動してきたので、ようやくジャージを脱げる、もうそうだね。すごく嬉しい気持ちでいっぱいなんですけど、はい、みんなどんな私服を着てくるんですか、チャンネルは。チャンネルどうしようかな、スクミスとかでいいかな。え、でもチャンネルスクミスなんだったら、じゃあ一応ビキニで行く。マジお前マイクラビキニで来いよ。ま、マイクラのインピが、いや誰がインピやねん、バカな。2つあるからヤンピ。いやいや、誰がヤンピや、せめて縦にせよ。いつかのワンツも見えるじゃん。